ハローズ。ハローズにあるハローズファンのためのハローズチャンネル、もしくはハローズを知ってもらおうのチャンネルです。はい、始まりました。始まりましたね。今回はまあいっぱい並んでますけども、早速ですがハローズによる、ハローズが出しているダーツアーのための小物です。小物たち、そう、小物いっぱいあるんですよね。まずここにあるのはまだ一部ですよね、はい、まだまだいっぱい、スローラインだとかね、うん、そういう家でもういっぱい使える、まあ、チップも入ってないのかなとか、いろんなものあるんですけども、俺はこのリムーバーは持ち歩いてるかな、ね、ここにあるコンバージョンポイント、うん、この持ち歩いてるのはみたいにね、こうやってちょっと大きめのこれもらってね、これは入れた方がいい、いっぱい入れた方がいい、はい、っていうね、何も持ってない人にもなんとおすすめのキットがね、ここら辺サービスキット、ダーツステーション、ステーションはあんま買ってないからね、スーパープロね、ここにはフライト、紙フライトですね、紙フライトもな、めっちゃ入ってるね、このフライトが何セット入ったのかね、1、2、3、4、5、6セット、6セットオブフライトだから、え、そうだね、これだけ2セット、2セット、2セット、1セット、1セット、あー、なるほどですね、うん、で、6セット、まあ、紙フライト6セット、ナイロンシャフトのサイズ違いが各2セット、うん、と、こんなにいらないよね、リング6セット以上あるね、まあ、リングがなくなるからね、リングなくなるから、に、フライトのこれ、なんつったらいいんですか、プロテクター、プロテクターさあ、で、そっち、こっちは紙のフライトが4セット分かな、そうだね、全部1セットずつだね、5セットで、こっちのナイロンシャフトはなんと回ります、スピン型なんだよね、うん、まあ、ちょっと、うん、そうね、手でやってもちょっと硬いなっていうぐらい、ちょっとスピン、硬いスピン、うん、スピンシャフトは3種類、サイズ違いでね、うん、で、こっちはリング少ないね、でもあれですね、ネジネジのリングじゃなくてちょっといいやつ、1本のね、1つでやってもね、ネジにはない、ぐるぐるぐるじゃないやつが入ってますね、うん、で、ヤスリ、これ結構ありがたい、ハードね、スティールダーツやる人には、でも形的にはやっぱいいよね、いい、うん、これだって薄型の、え、入りますよね、入る入る、見てよ、もちろんですよ、もちろん、ほら入った、余裕、もしかして、まさか、まさかのまさかの見に行けないっていうね、気当たりが当たりすぎるこれ超いいです、これめっちゃいいですよね、これたまんないです、ね、うん、うちの子可愛いってなる。はい、じゃあ次はこれ、ブンブンダーツ。え、これ本名なんて言うんですか？ミニダーツソフティ。もうちっちゃいね。うん、これ何のためにあるんですか？アクセサリーではない、アクセサリー的な要素、カテゴリーではアクセサリーの方入ってます。アクセサリーに。ハローズの場合は。フライトパンチ、これ懐かしいんですよ。懐かしい、ね、今の人たちにはあんまり馴染みがないんだよね。だけど、例えばダーツショップで働いてて、うん、ダーツ始めたいんですけどっていうお客様がいらっしゃって、ダーツ選んだ時に、うん、やっぱその例えばハローズのセットみたいな最初にね、ついてくる、ちゃんとこれここにこう今穴を開けますんでってやっぱ説明もするし、やっぱ未だにあると思います、ね、何もないフライト、これ大丈夫ですか、こう刺して、ちょうどね、もう形変わりましたよね、昔こんな丁寧じゃなかったもんね、うん、昔はもっとざっくり入れて曲がっちゃったりした、うん、したしたした、ね、でもっとすっごいでっかかったし、うん、ちょそうね、2代目がこんぐらいちっちゃかったですもんね、でこれ3代目ぐらいになるとやっぱりもうちゃんと、だから開いた状態だと曲がりづらいみたいな、うん、ほら穴が開きました。
でそこにこのリング、うん、このリングをここに入れてシャフトと一緒にねつけてこの中に懐かしいなリングを入れてそうなのよ。懐かしい懐かしいこのちょっとこの感じすごい懐かしい。僕のねダンスがねこう四股に分かれてないからね。ちょっとできました。でこれグーッと入れてシャフトに対してリングがこうなって抜けづらいよってやつですね。懐かしい。続いて多分この商品の中でこれは一番、ためになるおすすめできるものって言ったらいいのかな。ではだいぶ残ってきましたけども、うん、これはみんな今の子知ってるかな。フィンガーグリップって滑り止めですね。滑り止め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 でしょ。え滑らせるもの。どういうこと？止めないもの？どういうこと？どういうことですか？滑らせたいですか？滑り止めでしょ？え、一人じゃんって。え？でもなんかうわあ滑るなーっていう時も使うの。じゃあ滑らないなーっていう時も使うような気するんだよね。え、開けていいですか？どうぞ。なんかいつでもみんなつけてるイメージ。そう滑る滑らない関係なくなんかつけてるイメージ。待ってる間にぎにぎしてる。そうそうそうね、うん、でも私はこれを前の例えば一緒に投げてる人が前で投げてる時に後ろでこう3番を左手に持って右手でにぎにぎしてるのがかっこいいと思って持ってるよ。だから毎回変えてるからそれはそうですよね。こちらね、また来週さようなら。はい、じゃあ今日はそんなこんなで、はい、これにておしまい。バイバイ。言ってよ。言ってよ。バイバイ。逆に言ってよ。俺が一緒にかぶせるから。今説明不足すぎた。あ、そうかそうかそうか。OK 大丈夫。これも使いますか。いい。はい。いやー、そしたらちょっと弱いな。何が弱いの。全然 OK です。あ、OK ですか。 OK ですよ。いやいやいや、良かったですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。終わりました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。